とりあえずあの喋りはもう小林先生とシャラさんに任せてですね僕は弾きます。いやシューって書いてあった今これそっちですね、こちらに、そうじゃあ、we'll be right back.
はい、ありがとうございました。こんにちは。みんなギター好き？大好き。ほんま？綺麗やったらおらんね、ここね。全部試さないとダメよ。どこにいい音が隠れてるか分からへんで。分かった？ちゃんとメモすんねんで。
ありがとう。はい、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこういうバーの椅子みたいなのに座るとこうどうしてもカウンターが欲しくなるっていう話でね。ね、シャンパンはもうそうなんですよ。もうここら辺周辺も庭ですよ。そうですよね。あの近場にスタジオあったりとかするじゃないですか。あ、あのなんかスタジオとかも結構行ったりとか、はいはいはい、ね、はい。小林さんちなみに八王子って馴染みはこの地は何のゆかりもないです。ないですか。すいません、聞いた私がバカでした。何にもそうです。ここのお店にも買い物でね、ありがとうございます、来て、あの、うん、Zoom R24 っていうのを使ってるんですけど、うん、それのアダプターを忘れまして、あら、でこうここに買いに来て、あ、女性の店員さんがにこう Zoom R24 アダプターありますか、あります、とか、これですね、とか、アダプターはよくトラブルんですよね、とか、トラブルですか、やっぱり、とか、家に忘れましたとか、そんなはぁみたいな。ちゃんと始めたのは、まあ、13歳とかそれぐらいなんですけど、その手前、まあ、小学校6年の11歳12歳ぐらいの時に初めて触ってますね。はい、世代的にその頃っては音楽シーンってどんな感じだったんですか。ちょうどですね、90年91年とかそれぐらいなんで、もういきなりレーザー X とかするのは無理ですから。あ、言っちゃいましたね。あのこれギター向いてるぜみたいな。全然できちゃうんですね。なんかそれが自信なんで、こうわーっと歌う。玉置浩二さんはすごいもう大尊敬してて、もうまさにああいう感じの安全したいみたいな、ああいうバンドをやりたいと思って、ボンジョビだったり、当然あのアーシェイカさんに行って、もう一生懸命マーシンさんのもうビブラート一生懸命真似しようという高校生時代を、過ごしました。そうですけど、姉の影響でロックをこう徐々に聴くようになって、なんかこれはかっこいいなって思い出した頃にね、中学1年生になって、で友達の家に遊びに行ったら、俺ギター弾けんねんっていうのでね、そいつが目の前でスモークオンザボートを弾いてくれたんですよ。来ましたね、来ましたね。そしたらね、もう僕それまでね、もうね、レコード出せる人は才能があって、ね、もう天才しか弾けない、才能があるからこそデビューできると思ったのに、目の前で僕の友達が弾いたっていうのはショックだよね。僕も頑張ったら弾けっかなっていうのがきっかけ。そいつ辞めちゃいましたけど。かなり長いねんけど、そうね、見るたびに傷が増えていますどんどんとか。そうですね、僕も今日思いました。白い部分がどんどんこう欠けていってるのがかっこいいですよね。たっかんはこれみたいな、そのレリック仕上げはなかなかかっこええな、ようできてるな。いや、傷増えてんとか言う。みたいな。これはピックアップはあの僕の大好きな JB と59。はいはいはい、王道です。これもメープルネックやの。あ、メープルね、メープル。僕はメープルネックのギターが大好きで、メープルネックで、でこうそのメープルもね、あのタイムレスティンバーっていう、湖の底に何か 何百年ぐらい、100年ぐらいなんか、そうなの、はい、そうですね。だからこう全然ね、あのパキーンってする音が違って、僕それまでね、あの木の材質さえこう統一してれば同じだと思ってたんやけど、このタイムレスティンバー初めて弾いた時にもうすっごい感動してね、オールドのギターってこうね、あの音は古いねんけど鳴りは素晴らしいやん、こうあれはね、もう昔の職人が素晴らしくって、だからこうね、こう職人が心を込めて作ったギターは素晴らしいなと思ったけどね、もうこのギター弾いてから思いましたよ、木や。あの僕の場合はそのまあアームついてるのももちろん大好きなんですけど、そのライブでこうなんかその自分のプレイスタイルというか、こうなんか癖的にこう一本のギターで通したいところがちょっとありまして、
その弦が慣れた感じで、そのまんまちょっと行きたいみたいないうのがちょっとあって、そういうわがままな自分の気持ちがあって、そのアーム付きのギターだとどうしてもそのチューニングを、確かに、はい、でこう6弦だけドロップにするとか、うん、まあ、そういうことをするならばやっぱりギターがチェンジしないといけなかったりとかするじゃないですか。なんで、まあ、そういう部分、まあ、そのライブがこう一番僕の中でちょっとなんか一本で通したいっていうところが、こうなんかこういう、こう、まあ、ノントレモノのギターになってきたのかなっていう。あとはそのダブルチョーキングとかした時のそのフィーリング、まあ、もちろんその、ね、これでもできるんですけど、ね、フロイドローズでも可能なんですけど、フィーリング的にはちょっとなんかフィックスタイプのブリッジの方がすごく気持ちいいかなっていうところがちょっとあって、はい、まあ、そこですかね。あとはそのこうライブの最後でグワーってかき回してる時にそのうーってやった時にこうこうなんかベル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 っていうすごくそうあれにならんといてっていう時もなんかあるんで、はい、まあ、そんな感じですね、はい、どっちだ、歌ってる人の声とか、うん、歌い手さんの音程のこの移り変わりを真似したいからやったみたいな、うんうん、あ、それをギターでやりたかったみたいな感じで、今僕のシンガーから入っただけだった。そうなのかもしれない、歌心のある話ですね。あ、そうか、そういうことかもしれないですね。なんかどうしてもこう、ね、どんだけうまくっても左手って限界が出てきたりする時、タイミングと、ね、はい、あれだ、ありますね、ね、うん、その感じで、あの一番そのあれなんですよね、その悔しく思っちゃったのが、うん、その要するに左手で何かすると音程上がる方にしかいかないじゃないですか。 そうね、そうするとその歌い手さんのが表現できない、下げたい、下げたとこから入りたいとかが、どうしても僕はだから左手だけでうまくできなかったんですよね。多分あのお二方さんは多分こう例えば上げてからとかいろいろやれてると思うんですけど、どうもうまくできなくて、フレットのままで下げたいよくわかる。どうしても押したくな、あの、うん、ものを下げたくなっちゃったっていう感じですね。やっぱ演歌歌手とかがやっぱ基本なんか僕の中では スーパーボーカリストっていうイメージがあって、それをやるとやっぱ音程がうまいんですよ ね、下げるわね。そうなんですね、うん、うーんっていうのはどうやってもどうやってもこっから行くとキョインって行っちゃうんですよ。左手行くとでもうーんっていうのがどうしてもこっちに頼ってしまいました。僕は最後にですね、1曲あの3人でコラボレーションしていただいて、まあ、あの賑やかに終わりたいかなと思いますが、はい、いかがでしょう皆さん。